んか独特なあるんでしょうね、体の使い方のせいだったり、そうですね、呼吸のものだったり、呼吸から取るものだったり、そうですね、なんかね、あー、これ一致しましたね、今ね、これですね、そうそう、それですね、あここにもコリが、すごいですね、あ響きますね、このコリが、あー、すごい、すごい、多分いろいろ我慢されてますね、佐々木さん、なんですか、そうですか、多分結構、まあ、人付き合い多いじゃないですか、あー確かにちょっと、いろんな方に接してるからっていうのもあるじゃないですかね、どうですかね、まあ、そうですね。なんかこの辺の細かいコリがある方ってちょっと我慢いろいろされてるような方に多いですね、傾向を通して。そうすか、やっぱ我慢してるんですよね、きっとね。なるべく気にしないようにしてるんです。先日のカメラマンも佐々木さんは多分いろいろ人に 気を使いすぎてるんだと思う。そんなことないですよ。もう傍若無人に生きてる。それはないですね。もう土足でストッチ上がります。嘘だ。ちゃんと靴揃えて詰めてる。そうですよね。お、慌てるようになりましたね。今日は鳴る日ですね、いろいろあちこち関節が詰まってるんですね、まあ、そうでしょうね。あとあれですね、今それで思いましたけど、はい、体が硬い方って、ね、滑らかのかすかな動きみたいなのができなくなっちゃうんですよ。あ、なるほど。あ、割と一個一個のアクションが大きくなりがちになるので、はいはい、布団で寝てる時も自分ではなんかちょっと体を少し動かしたかっただけなのに、はい、腕がバッて動いちゃうとか、布団をそれで押し合っちゃってるとかあるかもしれないですね。あ、でもなんかね、最近それ、うん、あ、分かる気がします、うんうんうん、最近確かにアクション大きいかもしれない。なんか自分のこのぐらいでいいっていうふうに思ってるのと、神経伝達というか、そうですね、その細かな動きがちょっと体が凝っちゃったり疲れてると微妙な調整ができないので、ドンってこう大きい動作になっちゃうみたいな。最近お茶こぼしましたから、ね、細かいな動きが、ね、滑らかにできなくなるのでこぼしたりとか、いつもだったらスッと置けるんですけど、うん、なんか雑になっちゃって、うんうん、コーンってきちゃって、なんか力が強くなっちゃったりするんですよね。そう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 ですよね。あー、なるほど、はいはい、ありますね、それは、うん、結構そうなんですよ。あ、雑になってる、雑になっちゃう、雑に、うん、してるつもりはないですけど、そうなんです、うん、体がちょっとコントロールが悪くなっちゃってできないんですよ、多分。なんかあのボスジャンのコマーシャルじゃないけど、はい、あ、そうだ、気が回ってます。いやいや、まあまあ、ほぐせば多分大丈夫じゃないですか。まだね、そうそうそう。あ、でもやっぱりさ、そういう、なんだ、なんかこう余裕というか遊びというか、はいはい、そういうのがなくなっちゃうので、確かに、うん、体の動きが、確かに、うん、そうか、楽に生きてるつもりなんだけど、やっぱ体の疲れは、いや、あると思います。渋谷にいるだけで多分めっちゃ疲れます。だってああいうところにいるとこういろいろね、うん、悪い人っていうか、うん、考え方とかもね、いろいろいるじゃないですか。やっぱね、いろんな木が集まるんでね。そうですよね、うんうん、今度は仰向けですね、はい、一旦止めますね。もうちょい上まで行けます。はい、ありがとうございます。
通り。全然違う。中に緩んでますね。緩んでる。すごい。あ、首の動きも結構いい状態ですね。緩っちゃいますからね。ああ、じゃああれですね。いいリアクション出ないですね。そうか。期待されてる。あ、でもやっぱ効くな。効きは効きますね。でもわーって言わないですね。ないですね。前回わーって結構。ありますね。でも効くな。ツボはいいですね。うん、おお、気持ちいい。うん、揺らすのすごいっすね。すこんなに違うんすね。すごいっす。うん、あんまりね、どっかの宣伝みたいになっちゃうのよくないんで、詳しくは言えないですけど、まあ、結構やっぱりこれはすごいという評判のものなんですよね。まあ、どこもね、まあ、うちのはすごいですよっていうのはまあ皆さん言いますけど、うん、でもまあ早いし再現性が高いっていうことで、ぜひ体感してみてください。そうですね。まあ、やられれば分かりますね。そうですね、受けてみていただければ、うん、見た目的には結構地味ですからね、ちょっと、まあ、本当にいいみたいな手抜きっぽいな。揺らしてるだけじゃない。そうなんですよね。でも揺れってやっぱ波長が合うと眠くなったりね、うん、そのリラックス効果があるんで、そうなんですよね。なんか電車の中でね、あれ眠くなったりとかしますからね。うんうんうん、そう、あと一応やっぱあの揺らし、ただ揺らすって言ってもこう角度とか速度っていうのはあるので、そうですね、うん、意外と何もなしでやるとあんまり効果がないですね。うん、ちゃんとちょっとそこは企業秘密ですね。うん、そうです。企業秘密というか、まあまあそういうちゃんと習うというか、ね、大事ですね。デタラメにやってないってことだよね。そうですね、そうです、そうです。うん、とりあえず揺らすだけっていう感じよりかは、うん、まあ一応こういくつか注意しながらやってるって感じですね。まあ、まあ、そういう根拠はあるってことですね。そうそうそうですね。大きく、今日はギャーっていうリアクションはないですけど、気持ちいいですよかったです。程よく硬いっていう感じですかね。そうっすね。ガチガチな感じではないので、うん、いやー揺らしすごいな。うん、そうなんですよ。ね、なんか結構皆さんにやってますね、覚えてからは。これぜひぜひね。そうなんですよ。続けた方がいいです。うん、もう短時間でできるので、うん、一応最初にやっとくといろいろいいです ね。本当にあんまりね、俺もいいって言って桜じゃねえかって思うんですけど、本当のことなんだね。そうですよね。だっていつもだったらこれでね、もう本当わーとかひーとか言ってますからね。そうなんですよね。うん、おー、あーなんか指が少しずつこう入っていくのが感じ取れるぐらい今日は冷静に。あー、はい、そうですね。今日は本当になんか前回あー確かに痛そうだなっていう感じで、うん、あ大変だなみたいな感じだったんですけど、今日結構すんなりしてるというか、硬い場所もあるんですけど、そうですね、今と硬いですね。うん、その極端になんかああこれはなんかデリケートだぞっていう感じではなく、ないですよね。うん、もうこの国なんかもかなりねもう取れてるので、場所に比べて、まあ、そこね、うん、握られてめちゃめちゃ痛かったんですけど、うんうん、そうなんですよね。あー、すごい、こんなに違う、違ってますよね。あ、いつもここでギャーなんだよ。冷静ですよね、今日はね。そうですね、あ、ちょっとここ痛いですけどね、うん、でも、うん、うん、そうですね、騒ぐほどではないです。そうですね、うん、おお、ちょっと痛いけど違うぞ。これはちょっと痛いですね。でもなんか違うぞ。でも入りますね。そう、なんだろう、前みたいに跳ね返るような感じになってないので。うん、おお、響く。吸収しつつって感じ。おお、響く、うん。反対側まで響く。はい、おお、すごいすごいすごい。結
気持ちよく受けられる範疇ですよね。本当だ、気持ちよく違う。掘りすぎちゃうともう本当に痛くて辛いっていうね、はい、なんか気持ちよいよりもそれが多くなっちゃうんですけど。いや、先月より格段になんかもう違います、はい